コンクリートは世界中で最も普及している建設資材です街中に張り巡らされた道路や大きな川に架かる橋このより一番高い超高層ビルにも使用されています しかしそんな頑丈な物質にも欠点があります。破滅的なひび割れが生じやすく修理に毎年何百億ドルもかかるということですがこの問題を回避するのに自己治癒力を持つコンクリートを開発したらどうでしょう。とっぴな考えのようですがそうでもありません。要するにコンクリートがどう形成するかや問題解決のためにこの形成過程をどう利用するかの理解に着着します。 コンクリートは砂利と骨材と呼ばれる砂粒子に粘土と石灰石の粉状混合物であるセメントを混ぜたものです。 この混合物に水を加えるとセメントがペースト状になり骨材の表面を覆い水和という化学反応により素早く固まります。最終的ににに完成したコンクリーートトは何百メートルものの高さでそびええ立つ建物を支えるのに十分強力になります人々は4,000年以上にわたり多様なセメントの製造法を用いてきたにもかかわらずコンクリート自体は意外にも寿命が短いのです。 2 3 0年経つとコンクリートの収縮過剰な凍結や融解などの自然過程や荷重がひび割れを生じさせますそして大きな破損だけでなく些細なひび割れも同じくらい危険であるといえますコンクリートは鉄筋周りの補助的な支持材としてよく使用されますこの種のコンクリートでは小さなひび割れでも水や酸素二酸化炭素が忍び込み鉄筋を腐食させ破滅的な崩壊につながる可能性があります。 絶えず使用される橋や幹線道路などの構造で大惨事を引き起こす前にこういった問題を検出することは大規模で費用のかかる作業になりますが作業を行わないと何千人もの命を危険にさらすことにもなります幸いにも自己修復する材料の実験がすでに開始されています解決策の一部はコンクリートが持つ自然治癒機構から発想を得ています小さなひび割れに水が入るとコンクリートの酸化カルシウムを吸い忘します その結果生じた水酸化カルシウムは空気中の二酸化炭素と反応し自然治癒と呼ばれる過程が始まり微視的な炭酸カルシウムの結晶が形成し徐々に割れ目を埋めるのです残念ながらこの結晶は幅0 3ミリ以下の割れ目を修復することしかできません材料科学者が見いだしたのはコンクリートに接着剤を埋設することで倍の大きさの割れ目を修復する方法です 接着剤入りの繊維と管を混合剤の中に挿入するとひび割れが起こる際にそれらがパチンと開き粘着性のある内容物が放出され割れ目が閉じるということですしかし粘着性のある化学物質の性質はコンクリートとは全く異なり時間が経つとともに接着剤が割れ目を悪化させることもあります大きな割れ目を埋める最善の方法は多分コンクリートに自己回復するための手段を与えることでしょう科学者が発見したのは一部のバクテリアと菌類はミネラルを生産できる ということですこれには自己治癒で見られる炭酸カルシウムが含まれます実験的なコンクリート混合剤にはこのようなバクテリアや心筋胞子が栄養分とともに含まれていますそれらは何百年もの間休眠状態でいられますついにひび割れができて水がコンクリートを濡らし始めると胞子は発芽成長し周囲の栄養素を吸収することで局所的な環境を変化させ炭酸カルシウムの成長に最適な状況を作りますこの結晶は次第に割れ目を埋めていき 大体3週間経つと活発な微生物によって 最大幅1ミリ弱の割れ目が完全に修復されれます割れ目が閉じる時バクテリアと菌類は胞子を作ってもう一度休眠状態に入り自己中の新サイクルを始める準備をして再度のひび割れに備えますこの技術は広く研究されているもののコンクリートの世界生産でそれを具現化するまでまだ道のりは長いと言えますしかしこれらの胞子は非常に大きな可能性を持っておりコンクリートにより優れた回復力と持続性を与えコンクリート製造における金銭的なコストや 環境コストを大幅に削減することができます。やがては、こういった微生物が無生物的なコンクリートだらけの世界に命を吹き込むことで、私たちの街に対する考え方を再考させるかもしれません。私たちは世界を救うためのツールと知識を持っていますが、次のステップは何でしょうか？エドドットテドドットコムスラッシュアーススクールにアクセスして従うべきロードマップや。 違いを生むために行える具体的な行動を確認してください。